はい、皆様、こんばんは。令和5年8月31日木曜日のボギー大佐の言いたい放題。当番組は、南の島沖縄から、基本的に沖縄のことを中心にいろいろお届けさせていただいております。なお本日のトップページは、沖縄の月でございます。望遠で撮りますとこういう風に見えるんですけど、今日のね、今日の月はすごい綺麗に見えております。まあ、旧盆の時っていうのは必ず満月なんですよね。まあ、今日は私実はね、健康診断がございまして、久方ぶりにバリウムというね、非常にファンキーな飲み物を飲みました。はい。前の晩から何も食べずにお腹を空かしていたせいか、このヨーグルト味のバリウムが美味しくてですね、もっと飲んでみたいなっていうようなそんな気分になったんですけど、まあ某スーパーで売っている、ちょっと濃いヨーグルトと全く同じ味がしたということでございまして、バリウムは飲み物であるというふうに私は思っております。さて、今夜もですね、はい、皆様来ていただいてありがとうございます。今日はタカタカさんからクラッカーいただいております。ありがとうございます。それからハチさんの方からミーグチニラでございます。ハチさんいつもありがとうございます。それからアツシさん、オキパヨ愛好会埼玉出張所所長さんお見えでございます。アツシさんの方からは島らっきょうスムージー。はい、ツッチーさんもお見えでございますね。はい、所長の方からもニラでございます。ということで、先日ね、刈り取ったニラ、食べきれずにね、一部、芝刈りみたいに買ったんですけど、今日またね、見に行ったら、もさもさまた生えております。ニラのね、再生能力ってすごいですよ。はい、それから、まこさんからは、ピとね、いうことで、はい、キャス君いただいております。ありがとうございます。それがツッチーさん、ぴょんたさんの方からね、島らっきょうスムージーとニラ茶も届いております。肉球さん、こんばんはんこでございます。まこさんからは、ゲップを我慢するのが辛いということでね、このバリウム飲むときに、変な粉、はい、炭酸ガスをね、出す粉をね、口の中に入れて、少しのバリウムでね、落としていくんですけど、これがもうお腹の中で、膨らみまして、その後にね、バリウムをごくりといくんですけど、いやはやこれが美味しかったということでございます。はい、肉球さんと江戸前あさり小僧さんからニラでございます。まあ、こんな感じでね、私今日、健康診断、ずっとね、このバリウム飲んで台の上で、くるくる回ったりとかしていたんですけど、そのね、受けてる人本当にいっぱいで混んでいました。まあそんな中でね、沖縄、はい。まあ長寿県なんて言われているんですけど、それはもう過去の話でございましてね。はい、職場健診7割に異常ということで、はい、沖縄、12年連続全国最悪ということでございましてね。まあこういったのを見てると、本当に基地問題ばっかり一生懸命やっている、まあ今のね、権力者の皆さんって、一体ね、何をしてるんだっていうことなんですけど、まあ沖縄っていうのはね、この今、職場健診7割以上っていうのが出ています。その他にも青少年の飲酒喫煙、それから最近急激に拡大している、薬物汚染、深夜徘徊。はい。そういったのもね、あります。で、あと、学力の低下。はい。そして子供たち、親の貧困などもね、本当に、片付けるべき問題山積なんですけど、そういったのを片付ける能力がないから、わざと半吉にね、傾倒して、県民のいわゆる関心を半吉に持っていって、、そういったね、本来やるべき問題から目をそらしているんじゃないかっていうふうに私は見ています。ね、そういった本当に解決すべき諸問題を解決する能力がないと。能力がない。それをどうごまかすかとなった時に、そういう基地問題っていうのをね、思いっきり炎上させて、これをね、沖縄最大の問題のように煽り立てれば、ね、一般の県民の関心もそこに行くと。そうすれば自分たちの無能さというのを思いっきりごまかせると思ってるんじゃないかな、なんてね、思っていますよ。はい。コシさんの方からもクラッカー届いております。ありがとうございます。まあそんな感じでね、今日は美味しいバリウムをいただきましたということで、まあその後、ちょっと赤っぽい粒2つ水で飲んだんですけど、そのおかげで今日はずっとお腹がぐる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 ということでございます。はい。ということで、前置きはかなり長くなりましたね。さて、沖縄の話題。今日はね、どんな話題から行ってみようかなと思いますけど、今日はね、この話題から行ってみたいと思います。はい。なんかね、パッて見た目はもうまるで米軍のプレデターのような感じなんですけど、これ実は中国のね、無人偵察機なんですよね。無人偵察機。いやー、本当にね、よく撮れてるなと思うんですけど、さて、これが何をしたかというとですね、この無人偵察機が実は、これでございます。はい。中国本土から飛んできて、台湾とね、与那国島の間。美月さんどうもこんばんは、こでございます。与那国島の間を通ってですね、はい、そして与那国島の南方海域でぐる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 回った後、またね、台湾南方の方に消えていったということで、これをね、レーダーで監視していた、航空自衛隊は那覇から F-15 をね、緊急発進させ、領空に入らないように監視をし続けたということなんですよね。まあでもね、この距離見てわかると思いますけど、沖縄本島から与那国島まで結構距離があるんですよ。逆に言えば中国大陸の方が、近いということでございまして、中国大陸から、このね、意図が不明な航空機が飛んできて、これ明らかに領空侵犯しかねないという時に、那覇から飛んでいっても全く間に合わない。で、現場に着いた時にはすでに、中国の飛行機はね、領空の外に出ているとか、そういったのもあり得るんですけど、沖縄のね、この宮古島のそばに、下地島っていうのがありまして、そこは3000メートルの滑走路があるんですよね。まあ、そこに、航空自衛隊をね、配備すれば、もうね、中国大陸から飛んできてもそれにすぐ対処できる。そういった航空機がね、日本の領空近くに近づいてくる前に、その、スクランブルのね、F-15 をスタンバイさせられるということでございまして、まあこれは戦争のためではなく、戦争を起こさないため事前にね、準備をするということで、まさにこれは抑止力なんですけど、それを堅くなにね、嫌がる、沖縄の革新政党、そして玉城デニー知事。まあ知事に至ってはね、今回石垣島にアメリカ海軍の掃海艇が入港することすら、嫌がっているということでございまして、本来であればですね、まあこのように、領海侵犯なんかしょっちゅうされている、そのね、島の近くに、米軍がね、軍艦を送ってくれるっていうことは逆にありがたいと思わないといけないのに、それを邪魔だと思うのは、一体どこのね、指図を受けてるんですかねなんてね、私思っております。はい。美月さんからは、連発でニラが届いております。さてね、この沖縄の新聞のね、ちょっと異常さっていうのを皆さんにお見せしたいんですけど、はい。ね、これ沖縄タイムズさんからちょっとお見せしますけど、尖閣諸島に中国の船がね、近づいた時に、全く報道しないわけではございません。このようにね、尖閣周辺に中国船4隻ということでございましてね、本当にこのような感じでさらっと書いているんですよ。これが八重山日報とかになりますと、その船のね、船名とか、ね、いろいろ細かいことまで書いてあります。ところがタイムスさんは、このようにね、尖閣周辺に中国船4隻ということでございましてね。はい、尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは26日連続ということでございましてね。一隻は機関砲のようなものをね、搭載ということで。機関砲のようなものですか？機関砲でしょう。堂々とね、機関砲って書きゃいいのに、ようなものっていうのは一体どのような意味があるんですかね。さあ、てこのようにね、乗っけてくれてるのはいいんですけど、これがね、沖縄タイムズさんの紙面なんですけど、さて、この紙面の中に、ね、尖閣などのね、中国の侵入、どのぐらいの大きさで報道してるかというと、これでございます。はい。先ほどの記事は、こういう感じ。はい。いやー、ハチさんね、タイムズさんに投書して、もっと詳しく書いてと言えば、良いのではということなんですけど、そもそもそういう投書をね、載っけないんですよ。タイムズさんが採用するね、投書っていうのはもう、いわゆる自分たちの考えをね、代弁してるとか、近いとか、そういったものばっかりが出ます。ですから、ね、新報タイムズの声の欄とか見てみたらわかりますけど、もう基地反対のオンパレードということでございましてね。はい。ハチさんのような方が、投書しても、没。電話をすると、はい、上の方に伝えときますで、ガッチャンで終わりなんですよ。はい。最近もね、新聞社に、こういった面でね、ちょっとあまりにも偏りすぎてるんじゃないかっていうことで、苦情の電話を入れたらね、話もね、まともに聞かずに、はいはい、あ、はいはい、わかりました。はい、ありがとうございましたってガチャンと切ったそうですから。いやー、本当にね、大変ですよ。ね。はい。まあ、だから沖縄の新聞っていうのは、まあ、記者はね、すごいいい人いっぱいいるんですけど、どうもこういった部分になると、思いっきりなんか、はい、偏ってしまうというような感じでございます。さて、今日からね、沖縄の方ちょっと天気悪くなっています。こんな感じでね、今、沖縄の周辺に3つの台風が、今発生をしているということでございまして、9号はね、台湾の南から中国大陸、海南島の方に、向かってるんで、沖縄にはあんまり影響はありません。ところが、はい、11号は、当初のね、予定では沖縄本島と宮古島の間をね、抜けていくということだったんですけど、今の進路予報だと、宮古石垣直撃コースということでございましてね。先の台風でもすごい被害を受けて、まだ、ね、復旧してないところもある中で、またこの11号がね、宮古石垣に向かっているっていうのは、これまた、非常にめんどくさいことになるんじゃないですかね。私の知人のね、遊漁船関係者も、もう本当に商売上がったりだっていうことで、もう天気には勝てない、もうふて寝するっていうふうに言っております。はい、そして、もう一つのね、台風今熱帯低気圧らしいんですけど、これ台風に確かなったんじゃないですかね。これが日本本土に向かってるような感じなんですけど、なぜか、はい、進路が南寄りにまたね、動いてくるということで、はい、ハチさんどうもありがとうございます。これはまたね、南に降りてくると沖縄、奄美の近くに来るんじゃないかと。ただ、これはね、熱帯低気圧程度の大きさなんでね、これはそんなには心配しなくていいのかなっていうことなんですけど、衛星のね、水蒸気で見るとこういう感じになります。はい。台湾の南にいますね。9号ですかね。はい。そして沖縄の大東島の南の方に渦巻いてるのが11号でね。はい。そして、熱帯低気圧が右の方にありますけど、これが今後ね、やっぱり成長して、台風みたいになっちゃうとまた非常に困るなっていうような、そんな気持ちがございます。さて今日ですね、検診が終わりまして、時間があったもんですから、しばらく行っていなかったポイントにですね、はい、ポイントに糸を垂れに行ってきました。ここもね、もともとは、チヌが釣れるポイントでね、車も横付けできて非常にいい場所なんですけど、竿をね、2本出していたんですけど、1本目、はい。ガツンと来て糸がぷっつり切れたんですよ。はい。まあ皆さんがだとね、ガツンと来て糸がぷっつり切れたらでっかいのがいるなと思ってワクワクすると思うんですけど、私この糸の切れたね、部分を見て、あーと思ったんですよね。はい。まるでハサミでちょん切ったかのようにぷっつりと切れておりまして、もうね、なんとなく引いた魚の正体が分かった時に、もう一本投げてる竿が思いっきりしなったんですよね。はい。そして、フッキングをして引っ張りました。するとね、リールから糸がギュイーって出ていくんですよ。いや、これね、本当にもうその瞬間は非常に楽しいんですよね。はい。右に行ったり左に行ったりね、結構いい引きするんですよ。ところが近くにね、寄せた途端、水面に現れたのが、なんと、ナニのヒレでございます。ヒレが水面に出てですね。はい。いやーもうこれ見たときに本当にまたお前かということになりましてね。はい、もうやり取りをしてすぐ近くまで寄せました。ところがね、相手はもうカッターの刃のような刃を持ってるサメスケくんでございます。はい、そして糸はね、チヌ仕掛けなんでそんな太くないんですよ。で、近くまで寄るだけ寄って、目が合った瞬間に、ね、糸がプツリと切れて、はい、また消えていったんですけど、もう最近本当にやるたんびにサメしかかからない。本当にね、マコさんヒレなんですよ、ヒレ。映画の中でサメがヒレ出して泳ぐじゃないですか。あれと一緒ですよ。はい、ヒレ。これがもう見えた時にはね、もう脱力ですね。ああ、もう帰ろうっていうことで、ね、竿を出して、15分で帰りました。15分。せっかく今日はね、潮回りもいいですしね、お盆の間海に行けなかったですから、もしかするといいのが釣れるかもしれないっていうことで、ちょっとね、お邪魔させていただいたんですけど、最近はね、私になんかかかる魚はサメだらけということでございましてね、またこういったね、サメを釣るための仕掛けをやるとまた釣れなかったりするんですよ。はい。マコさんからサメの種類はということなんですけど、成長すると、最大3メーター近くなるオオメジロザメのね、子供がかかります。はい。オオメジロザメの子供。このオオメジロザメは、海に出るとね、最大3メーター近くなって、時には人にも食いつくらしいんですけど、小さい時は餌を求めてね、河川の中に入ってくるということでございまして、沖縄の那覇の河川で釣れるサメというのは、漏れなくこのオオメジロザメということでございまして、このね、川の中で釣れるこのサメ、最大でね、だいたい1メーター近くなります。はい。最大1メーター。その川でね、近くの高校のボート部なんかがボートの練習とかやっておりますが、サメの習性として自分より大きなものには食いつかないということなんですけど、ただね、那覇市内の川で水遊びするような子供たちもいないんでね、そこのところは大丈夫じゃないかと思いますけど、町のど真ん中のそれも川でサメが釣れるというね、不思議なシチュエーション。引きはね、とにかく楽しいです。ぐいぐい引っ張ります。まるでボート引っ掛けたみたいにね。はい。でも、歯が鋭いんで、普通の糸だと太いやつをつけてもぷっつり切られてしまうということでね。ゲームフィッシングとして、やりとりをしてね、遊ぶにはいいかもしれませんけど、人が集まってきた時にね、ヒレが見えた瞬間に、あはは、サメか、なんて言って笑われるのがオチでございますんでね。サメを狙っていくっていうことはまずございません。はい。オオメジロザメ。あれはですね、マコさん、ホウジロザメでございましたね。ホウジロザメ。はい。名前似てるんですけどね。ホウジロザメよりはまだおとなしいらしいですよ。はい。ただね、サメって言うとね、アンモニア臭くてまずいなんて言われてるんですけど、なんか釣ったその場でね、頭ちょん切って、血抜きして持っていけば美味しいと言われております。はい。ですから私ね、マンゴー仮面さんに食べさせようと思ってるんですけど、彼がかたくなに辞退してるもんですから、釣り上げてはいないんですよね。誰かもらいたいっていう人がいたらマジにワイヤーつけてね、釣りに行こうかなと思ってますけど、声かける方々みんないらないと言うんでね、持って帰るわけにもいかないということで。いや、本当に皆さんも沖縄来た時に一緒にサメ釣りに行ってみますかということでございます。でもこういうふうにね、また台風が来て海がかき回されると、また違った魚が釣れる可能性も出てくるんでね。私またちょっとワクワクをしております。はい、ということで、今日はですね、尖閣の報道についての、沖縄メディアの扱いについてね、いろいろお話をさせていただきました。とにかくね、本来であればもっともっと大きく扱うべきが、あのような小さな囲み記事では、沖縄本島の方々がね、そういった中国の領海侵犯などに関心を持つことはほとんどないということでございまして、それってどこの国が喜ぶのかなということでございます。では皆様、はい、明日のまた同じ時間にね、いろいろまたお話できたらいいと思います。まこさんから、何でも食べるあの中国人でもサメはヒレしか食べないのよねということで。そうですね、ヒレがうまいらしいんですけど、1メートルぐらいのね、オオメジロザメのヒレから取れるフカヒレっていうのは本当に小指の先ぐらいしか取れないです。はい。本当にヒレの中にちょこっとしか入ってないんで、はい。いつかちょっと分解してみたいなとは思っていますけどね。ということで、本日の放送、これにて、終了させていただきます。はい。明日から沖縄ちょっとね、怪しい天気になりそうな予感でございますが、放送の方はバッチリさせていただきます。今夜もお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。